皆さんこんにちは、ヒロゲーです。今回の動画はレゴと全く関係ない動画になります。私ヒロゲー2023年始まってもう2ヶ月経つんですけど、先月僕の YouTube チャンネルのチャンネル登録者数がなんと1ヶ月で30人も増えました。いやもう皆さん本当にありがとうございます。動画投稿のペースを1週間に3本以上上げたおかげで登録者数が30人増えました。僕の動画のレゴって結構絶版品とかが多いので、間を挟んで最新のレゴの動画を出そうかなって思っております。それともう一つお知らせがありまして、私ヒロゲ目標1個達成しました。2023年始まって1本目の動画で僕は5番目か6番目に断捨離をすると、目標を掲げたんですけど、断捨離の金額が5万円を超えました。僕の家にあるものって結構もう受注販売とか限定品のものすごい多かったので、それが結構高く売れたのでめちゃくちゃ嬉しいです。本当でしたらその売れたお金で MP さん使おうと思ったんですけど、ちょっとどうしても欲しかったものがメルカリであったのでそれを買っちゃいました。それがこちら。はい、こちらの仮面ライダーリバイスのデモンズドライバーを買いました。放送当時僕デモンズドライバー欲しかったんですけど、ちょっと色々あってデモンズドライバー買えなくて、せめて状態のいい中古品でもと思って買おうと思ったらほぼ定価超えだったのでもう諦めてたんですけど、たまたまメルカリでこれがなんと1万円切って販売されてましたので買いました。このデモンズドライバーめちゃくちゃ状態が良かったのですごいいい買い物をしました。断捨離については今後も継続的にやっていきますので、その断捨離で売れたお金で最新のレゴを買おうかなって考えております。最後になりますが、いつも僕の動画を見てくれてありがとうございます。今年については JBF に参加したり、2級建築士の製造を受験したりとかで結構いろいろ忙しいと思うんですけど、動画投稿についてはぼちぼち頑張っていこうと思っております。であとそれと、3月からもうレゴと関係ない動画をぼちぼち出そうかなって思っております。このままのペースでいくと僕の家にある積みレゴがほぼなくなってしまうので、間挟んでレゴと関係ない動画を出そうかなって思っております。出すとなったらとりあえず語る系の動画か、それか僕の家にあるお気に入りのおもちゃを紹介するかみたいな感じの動画を出そうかなって思っております。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。